あんたら仲良しやな。豆太郎も馴染んできたな。お兄さんガエルたちとね、こうやってね、じゃれてますね、背中のって。来たばっかの頃は手前のね、ちびおにべったりだったんですけどね、この前の雷のね、一件以来ね、左のね、ちび太郎というね、迷彩柄になるね、大きい水槽にいるね、ワニオアマガエル君のね、親戚みたいな顔したね、顔そっくりなんですよ、模様と。多分ね、同じうちの庭で捕まえたね、血筋近い、ワニオ君のね、この弟分みたいなね、ちび太郎にね、懐いて背中に乗ってますね。な、ちびを最初あんたに懐いとったのにな。ちび太郎に取られちゃったな、豆太郎さんをな。まあ仲良くやってくれてよかったですよ。あ、こっち来ると反射するな。こっちの角度から撮りたいけどな。おお、なんとかズームしたら荒れますけど撮れましたね。おお、なんか豆太郎が一丁前にちっちゃいのにキリッとした顔しとんな。狩りのね、才能発揮し始めてるんでね、この豆太郎は。立派なアマガエルに育ちそうな予感がね、しておりますね。仲いいな、あんたらね。ああ、顔が隠れるな、この角度だと豆太郎の。こっちがやっぱベスポジですね。これ、後ろ姿なんだよな、豆太郎さんな。仲いいな、あんたら。